木よりも低めを飛びながら70ミリで去っていく。いいな。OK。はい。というわけで今回はバートルフィールド2042ブレイクスルーライトバーです。さあ、まずはアルファ1。敵のリスポーン地点がアルファ1の裏にあるんで、結構敵が溜まりがち。いそうだな。OK、70ミリ。そこ。OK。戦闘リボン。こいつありがたい。さてと、フレアは使ってないんでもう一周。70ミリが残ってるうちは攻める。 OK、 フレア、よし、一旦引こう。ここも結構木が生えてるんでね、木よりも低めを飛びながら70ミリで去っていく。いいな。 OK。 さだ10発か、おそらく14発ぐらいはたまりそう。フレア準備。 OK。さあ、フレアがなくなったら帰る。帰る時もね、敵と自分の機体の直線距離を気にしながら、木とかね、遮蔽物を使ってロックオンを切っていく。 OK。 お、味方持ってんだ、ナイスだ。さあ、フレアが装填完了。70ミリ振るか。そこ、フレア。いや、結構回ってくるな。いや、対空ミサイルがヘリの通った軌道をね、ついてくるようにこう回って当たってくるんだよな。いや、ほんとビルのね、間とか入っても普通にこうぐるっと回り込んで当たってくるからな。いや、ほんとに今回の対空砲はマージで優秀。さあ、リロード。フレア装填完了。正面か。 OK、 フレア早めに済ませよう。オーケー、あー、インナー、これはアンチアーマー。そこの角、オーケー。これは敵のナイトバードか。よし、相手をしよう。もうちょっと、はいよ、アディオス。よし、この勢いで上から機種かけようか。ナイススポット。70ミリは使ってないんで、上から失礼。 OK。 いや、見てるね。絶対一人は見てるよね。お兄ちゃんですね。わかりましたよ。さて、 A1 の後ろまだいるんじゃないのって話なんですよね。 OK。 なんか殺気を感じる。止まってこっち見てる人絶対対空砲持ってるからね。よしよしよし。あー、なんかホバークラフト、あれやってあげたいけど、木のこういう間を縫ってロックオン外す。 OK、 もう木に止まる。木の裏に隠れればロックオンされないからな。おー、アンチアーマー。 No? No アンチアーマー。ちょっと怖いから使っとこう。怖いんで使います。どっちかわかんない。アルファ2いるな。レンジャー、レンジャー。おお、オッケー。これ木に当たったんじゃない今。もう2042でロックオンされすぎてね、ミサイルの弾道がわかるよね、だんだん。目で見えてないのに。オレンジャー、レンジャーダウン。オッケー。さてと、ロックオン怖いんで低空飛びながら、あー、まだアルファ1は取れてるな。ナイスだ。そこの岩陰ブラザーズ、よいしょい。敵の装備を破壊。これアンチアーマーだな。もうミサイルが空を切る音でわかる。病気です。完全に病気です、これも。さてと、このまんま木を縦にしながら右からの車線を切る。いるね。ヘイト外れた頃にこんにちは。 OKOKOK。 What? 何、セーフ。味方か、ロックオンゲージハック来た。さあ、ハック来たら逃げるんだけども、 OK、 修理。フレア、 OK。 待て待て待て、この私がヘイロー効果作戦に気づかないとでも思ったか。 OKOKOK。
降りてるな。意外と硬い意外とやっぱり硬いな。車線切ろう。そして意外と痛い、あの機銃。回避行動どうだ。あ、降りたな。奪ってもいいけど輸送機は別にいらんな。逃げ出したやつがいるな。何してんですかって責任を持ってビークルと運命を共にしなさい。これまだ中入ってんな。降りたか。お、ムササビか。どうも、ぽいすまないな。さっさとこの兄ちゃんたち。オッケー、敵の装備破壊か。さあこれはアンチアーマーっぽいな。旋回する。同じ位置か。溜まってるな。そこ、おーっと、なんだ、敵のホバークラフトが大勢の命を救った。あれファインプレーすぎるないや、なんでもね、私は最近はこう70ミリを持っていくようにしてる。こう上から敵の上からこう、わーっやっぱりあの70ミリ、このナイトバードを作ってくれたメカニックの皆さん、でもなんでも私は最近はいきなり正義に行ってるのがハマってるんですよやっぱりいきなり正義に行く時はマイオハシを持って、あーちゃいや、私はこういう刺激は大歓迎ですよね。おこ、当たるかもしれない、当たるかもしれないって時にこう、あーって。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なってください、なってください。欲しくになってください、欲しくになってください、欲しくになってください。やっぱり、現代を生きる若者たちに、僕のこの夢を与えられたらと思って、ここに70ミリをね、敵に向かって撃つんですけども、このやっぱり70ミリのいいところはこの70ミリ、うわーっざー、当たってください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 、あーちょっといやー、これは実に悲しいですね。私がせっかくミニガンを敵に向かって撃てる時に味方が倒してまで、あーちょ、あー敵の装備を破壊がたくさん入りましたね。これはドローン作戦を私は台無しにしてしまった可能性がありますね。こういう怒りを買うようなプレイングは私はあの対空砲を増やすだけだと思うんで、やっぱり興奮しますよね。ああ、ちょっと敵が撤退している。敵の頭脳が全て失われた。いや、これはスペクタクル俺じゃこれ全然何を言ってるかわからないんだけど